最初は結構緊張したんですけれども、あゆさんがすごく声をかけてくれて、ディフェンスライン声かけ合っていこうっていうふうにすごく緊張ほぐしてくれたので入りやすかったです。個人的にちょっと最初入りのところで縦に急ぎすぎてしまって、あやさんや水野さんに急ぐなっていうふうに言われてしまったので、ちょっと入りのところで個人的に反省があったのと、ちょっとポジショニングのところで前半は自分がもっと高い位置を取れたので課題が多く、個人としては多く残った試合だったと思います。チームとして連覇という目標があるので、課題は個人としてはすごくあるんですけれども、あやさんだったり、なほさんだったりという先輩に必死についていって、少しでもチームの勝利に貢献できるように頑張りたいです。